コンゴ民主共和国。コンゴ民主共和国は中部アフリカに位置する共和制国家。北西にコンゴ共和国、南西にアンゴラ、南にザンビア、東にタンザニア、ブルンジ、ルワンダ、北東にウガンダ、南スーダン、北に中央アフリカ共和国と国境を接し、西は大西洋に面する。首都は近所差である。 アフリカ大陸中央部のコンゴ川流域に広がり、アルジェリアンに続いてアフリカ大陸で第2位の面積を要し、世界全体でも第11位の面積を要する広大な国家である。1997年に現在の国名に改められたが、それまでの国名のザイールとしてもよく知られる。熱帯性気候。正式名称はフランス語で、 レイプブレイクディマクリティックディユーコンゴー、レピュブリックデモクラティックデュコンゴ公式の英語表記は、デモクラティック・リパブリック・オブ・ザ・コンゴー、デモクラティック・リパブリック・オブ・ザ・コンゴ日本語の表記は、コンゴ民主共和国。簡略表記としては、コンゴ、旧ザ・イールが多いが、DR コンゴと呼ばれることもある。コンゴは、バントゥー語で、山を意味する。 1960年から1964年の間の正式名称は西のコンゴ共和国と同じコンゴ共和国であったため区別のためにコンゴレオポルドビル、コンゴキンシャサなどと呼ばれた。13から17世紀にかけてコンゴ王国が栄えたほか南部にはクバ王国があった。1885年にベルギーの国王レオポルド2世の私有地、 コンゴ自由国1885年から1908年とされた国となっているが当時のコンゴはベルギー議会の影響も及ばない国王の完全な私地であった当初レオポルド2世は私費を切り詰めて鉄道を建設するなどコンゴの近代化を推進したがすぐに圧政に転じた現地住民は造毛やゴムの採集を強制され 規定の量に到達できないと手足を切断するという残虐な刑罰が情け容赦なく課された。当時、大なりこなり、植民地での強制的な集奪を当たり前のものとしていた欧州諸国においても、この圧政は何の的となり、植民地経営に関心がなかったベルギー政府を動かすこととなった。1908年、ベルギー政府は国王から今後を買い取り、所有権が ベルギー政府に移され、今後は、正式に植民地ベルギー領、今後、1908年から1960年となった。1950年代後半から、ジョゼフ・カサブブのアライアンスデバ今後、パトリス・ルムンバの MNC が独立闘争を開始。1960年6月30日に、今後共和国、1964年、今後民主共和国に、 会長として、ベルギーから独立。カサブブは、大統領、ルムンバは首相に就任。独立から一週間も経たずして、内乱と、ベルギー軍の介入を経験し、今後動乱が始まる。1961年、ルムンバ首相が殺害される。1965年11月、モブツ商務、雇用、貿易商が、クーデターで実験を掌握。 1997年までの32年間、モブツ大統領の独裁が続いた。1971年に国名を、ザイール共和国、レイプブレイクディユザナに改める。同時に通貨が、今後フランからザイールに変更された。MPR の一党独裁性が敷かれ、民族主義的なが推進される。1974年10月30日。 ベトナム戦争への徴兵を拒否して、WBA、WBC 統一ヘビー級王座を剥奪されたモハメド・オアリが、ジョージ・フォアマンに挑戦し、ザイールの首都キンシャサで、ザ・ランブル・イン・ザ・ジャングル、キンシャサの奇跡と呼ばれる王者奪還劇を果たした。当時のザイールではモブツを支援したアメリカに反発する、感情が根強く、アリへの大声援、スワヒリ語で、リー・ブ・マイエー。 と言っていたが送られる模様がテレビで夜10時から全米に生中継された。1977年エボラ出血熱がエボラ川流域で確認された。1977年3月8日。1978年5月11日。1978年5月18日。1990年4月。 民主化要求の高まりを受け議会は十一月に複数政党制への道を開く憲法修正案を可決し十二月任期二期を満了したモブツ大統領が参戦を禁止した憲法条項を無視し辞任を拒否した議会は九百九十六年四月東部南キブ州の土系バニャム連への追放を決議し政府軍が攻撃を開始ルワンダ、ウガンダ ブルンジなどに支援されたバニャムレンゲや、コンゴザイール解放民主勢力号、アフディル等の武装組織が反撃し、1997年5月の第一次、コンゴ戦争ではアンゴラがザイールに出兵し、近所差を制圧して、モブツ政権は崩壊した。アフディルのローラン・カビラ議長が、大統領に就任、国名をザイール共和国からコンゴ民主共和国に変更した。 カビラ大統領は、司法権を除く全権を自身に付与することを発表するなど、強権支配体制を敷いた。カビラ大統領は、土家が政権を握るルアンダなどの影響力が強まることを恐れ、政権や軍部から土刑の排除を始めたために1998年8月に、東部を中心として、第二次今後層に発展していった、の継続、の開始。 国内のダイヤモンドやコバルトなどの豊富な、鉱産資源に関する利権も絡み、反政府勢力、コンゴ民主連合、RCD を、主に、ウガンダとルワンダが、政府軍を主に、ジンバブエ、ナミビア、アンゴラが支援する事態となった。戦闘などで、住民20万人以上が死亡し、紛争に伴う、食料、医薬品不足などでさらに150万人が死亡したと、されている。 1998年から2000年に東部州、現高ウエレ州の近郊山とでマールブルグ熱の感染により128人が死亡した。政府と介入後過国は1999年7月、ザンビアのルサカデに調印。しかし、カビラ大統領は国連部隊の自由な展開を拒否し、停戦は事実上無効化した。2001年1月16日、 ローラン・カビラ大統領が暗殺され、護衛兵に撃たれ、死亡、26日に、後継者に、第2次、コンゴ戦争を、コンゴ軍参謀総長として指揮していた長男の、ジョゼフ・カビラが選ばれ、当時世界最年少の大統領となった。和平協定に向け、2001年10月15日から、エチオピアのアディス・アベバで対話が実現。ルワンダが支援する、コンゴ民主連合。 RCD、ウガンダが支援する MLC、そして RCD から分離した RCDML の主要反政府勢力3組織などが協議継続などをうたった共同声明に調印した。2002年2月25日、戦争終結を目指す各派の対話がボツワナのクエットマシール前大統領を調停役として南アフリカの3式で再開されたが決裂。 対話は、南アフリカのプレトリアで、セネガルのニアセゼン首相の仲介で再開され、反政府勢力から、RCD と MLC が参加した。2002年8月、無べき南アフリカ大統領の仲介により、12月に、プレトリア包括和平合意が成立した。この第2次、今後戦争で起きた、虐殺、病、上で死んだ者は500から600万人とされる。 2003年には、今後共和国の感染爆発が飛び火した北部地方でエボラ出血熱が流行。死亡者は100名以上に及んだ。また、同国を生息地とするゴリラへも感染が広がり、2005年までに全個体数の2、3にあたる約5500匹が死亡したと発表されている。2003年7月、合意に基づき暫定政府が正式に発足。 しかし、暫定政権はその後も国内全てを掌握できず、引き続き戦争状態が続いた。民族対立とも、相まって、東部、イトゥリ州、南キブ州、北キブ州は、虐殺、略奪、強姦の頻発する一種の無法地帯になった。和平合意により2005年に、大統領選挙と、 国民議会選挙を行い民主的政権に移管する予定だったが、同年7月に選挙準備の遅れを理由に延期された。2005年12月には、この選挙の前提としての憲法草案に対する国民投票が行われ、賛成多数で可決した。この結果を受けて2006年2月18日に新憲法が発行され、2006年6月に選挙が実施されることが決まった。 だが各地で武装組織の活動が続き、不穏な情勢の中で投票日を迎えた。2006年6月までに実施を予定していたが、実施されたのは同年7月30日であった。2006年7月30日、大統領選挙と議会選挙が行われた。定数500、8月20日、大統領選挙の暫定公式結果が発表された。 当選に必要な過半数の得票率の候補者がなく10月29日に上位2人の決選投票が割れることになった。独立選挙委員会の発表によると大統領多数派連合から立候補したカビラ暫定政府大統領の得票数は44.81%。元 MLC 指導者で暫定政府副大統領の弁バが20.03%で2位。投票率は 約2500万人の登録有権者のうち70%が投票した。2007年8月3日、アルバート湖、ホイマケンタロー石油で石油探査中のウガンダ側のヘリテージオイル社と、今後側が交戦し、両国が国境に軍隊を派遣。ウガンダと南スーダン自治政府軍による神の抵抗軍、ローラ総統作戦。 2008年12月14日から2009年3月15日に協力する部隊を派遣した。神の抵抗軍の国内における組織的な活動は低下し、2013年現在、国軍は国内でローラは活動していないとしている。2009年時点で今後国民は毎月およそ4万5千人が亡くなっていたと考えられており、 長い紛争の間に死亡した人数は90万人から540万人程度と推計された。死亡者数ははびこる感染病と飢饉によるものである。報告によれば亡くなった人のほぼ半数が5歳以下の子供であった。民間人を殺害する武器の運び屋や資産の破壊、性的暴力の拡散、何十万もの人々を家から逃げ出させる人道主義や人権法違反が たびたび報告されていた。コンゴ民主共和国では、毎年40万人以上の女性がレープされているとの研究結果ある。2012年11月20日、ウガンダとルワンダに支援された3月23日運動が紛争を起こした。政府は両国を非難した。2013年2月24日、コンゴ民主共和国を安定化させるための国際連合が講演する協定。 コンゴ民主共和国と周辺地域の安全保障、協力に向けた枠組みがエチオピアの首都アディスアベバで調印され、調印したのはアンゴラ、ブルンジ、中央アフリカ共和国、コンゴ、コンゴ共和国、ルワンダ、南アフリカ、南スーダン、ウガンダ、タンザニアからなるアフリカの11カ国である UN ニュースセンター2013年、同年3月28日の 国際連合安全保障理事会決議2098により、国連初の目標を絞った平和執行部隊であるフィブが設置され、国連による本格的な武力介入が始まり、同年11月6日に3月23日運動は壊滅的打撃を受けて降伏した。2014年6月11日、コンゴ民主共和国とルワンダの国境付近で、双方の軍が 自国側に侵入したとして、発砲を開始、今後軍の5人が死亡した。2016年12月、同月19日に任期が切れたにもかかわらず退陣せず、イスワルカビラ大統領に対し退陣デモが発生し、治安部隊の鎮圧により、少なくとも40人が死亡し460人が拘束された。2017年末までに、 大統領選を実施することで与野党が合意したものの、選挙管理委員会は、有権者登録の遅れを理由に選挙実施を2019年4月以降に延期した。1960年の今後独立と同時に、国家承認し、大使館を開設。今後側に唯一かかるは、日本の援助で建設された。明治初期、岩倉施設団はベルギーを訪問した際、後に、 今後自由国の支配者となる、レオポルド二世に越見した。1921年、大正10年の3月3日から9月3日までの6ヶ月間、当時皇太子であった、広仁親王、皇、後の昭和天皇が、欧州訪問を行った際、皇太子、広仁親王皇の欧州訪問、ベルギーに滞在していた6月11日、レオポルド二世の墓に参拝した。 昭和戦後には、京都大学に、京都大学霊長類研究所が設置され、山際俊一や松沢哲郎などの霊長類学の研究者によって、今後民主共和国におけるゴリラやチンパンジー、ボノボなどの霊長類などの調査・研究が行われている。1972年に国交樹立、モブツやカビラ親子の時代から軍事的にも、 経済的にも密接な関係を持ってきた。ザイールの時代にはなどで中国から軍事支援を受け、モブツの所有する中国庭園や今後議会の所在すると国立競技場のスタッドでマルティールなども中国の援助で建設された。今後軍参謀総長を務め、今後初の普通選挙で選ばれた大統領でもある、ジョゼフカビラは中国人民解放軍国防大学に 留学していた経歴を持つ国際連合今後民主共和国ミッションでは中国人民解放軍の平和維持部隊を派兵しており、今後民主共和国への投資も積極的に行っている。中でも中国企業のによる世界最大の銅コバルト鉱山の買収は今後最大の外国投資とされる。人権団体のアムネスティは自動労働などで今後から得て、 硫酸コバルトや酸化コバルトなど、コバルの生成品の8割近くを生産している中国企業がアップル、マイクロソフト、サムソン、ソニー、ダイムラー、フォルクスワーゲンなど多国籍企業に供給していると批判して問題となった。今後民主共和国にとって重要な資源輸出経路であるベンゲイラ鉄道は中国の支援で開通している。今後民主共和国の面積は 西ヨーロッパに匹敵する。3分の1が赤道の北側に、3分の2が南側に位置する。非常に雨が多く、雷も地球上で最も多い。年間降雨量は場所により2000ミリを超え、アマゾンに次ぐ広さの熱帯雨林を抱える。西の大西洋へゆっくり下るコンゴ川の流域は広大なコンゴ盆地の大部分を占める。南はサバンナに続く高地に、西は 山形の大地に、北は草地に囲まれ、最も東には、氷河で覆われる高山がある。今後の名前は、今後川と植民地以前に存在した、今後王国に由来する。流域は、今後の経済、輸送の背骨であり、住民の日常生活に大きく影響している。アフリカ大地交代にあるボヨマタキノカ流のキサ山ガニから西へ流れ始め、 ゆっくり南西に向きを変え、ムバンダカを過ぎてウバンギ川と合流し、プールマレボ、スタンレープールに注ぐ。金サトブラザビルはこの、プールの対岸同士である。ここから、川幅が狭くなり、峡谷にはいくつもの急流と幕府があり、集合的にと呼ばれる。アマゾン川に次ぐ流量と流域面積を誇るが、コンモが大西洋に面する部分は、 コンゴ川の北側 40km に過ぎない。第一交代は火山活動を起こし、アルバート湖、エドワード湖、タンガニーカ湖などの大湖を形成した。最も重要なのは、南部と東部にある膨大な鉱物資源を地表へ露出させ採掘可能にしたことでや、コバルト、銅、カドミウム、ダイヤモンド、金、銀、亜鉛、マン,ガン、スズ、ゲルマニウム、ウラン、ラジウム、 防気イト、鉄鋼、石炭がすべて豊富にあり、特に南東部カタンガ地域が有名である。2002年1月17日に噴火した、ニーラゴンゴ火山の溶岩は幅50メートル、時速60キロメートルの速さで流れ、ゴマ市付近を襲い45人を死亡させ12万人の家を奪った。40万人が避難し、キブコの魚が全滅した。半年後には、 近くのニャムラギラ火山も噴火し、2006年に再噴火している。2015年から金社差し及び以下の25の州によって構成されている。今後民主共和国は地下資源に恵まれるものの、1990年代の内戦などでインフラは破壊され経済は壊滅状態となっており、世界最貧国の一つとなっている。銅、コバルト、ダイヤモンド、 カドミウム、黄金、銀、亜鉛、マンガン、世界一位、スズ、ゲルマニウム、ウラン、ラジウム、大キサイと、鉄鉱石、石炭、金鉱、世界五位、プラチナ、世界一位などを算する世界トップクラスの鉱産資源国であり、輸出の約9割を鉱産資源が占める。コバルトの埋蔵量は世界の約65%。かつては、 ウランの採掘も行われており、ベルギー資本のユニオンミニエール社が一手に事業を仕切っていた。1945年に広島市に投下された原子爆弾の原料は、ベルギー医療、今後国産であった。一方、鈴石、鈴の鉱石、タングステンの鉱石、ホルタン、タンタルの鉱石、金は、北紀部州で展開する紛争、及びの反政府武装組織、 人民防衛国民会議3月23日運動の資金源とされているであり、国内が不安定化する要因の一つとなっている。また、ギニア湾沖に海底油田を要しており、原油の輸出も盛んで、今後民主共和国の経済を支える重要な財源となっている。今後民主共和国の陸上交通は慢性的に困難な状態である。 今後盆地の地勢と気候は道路や鉄道を建設するのに深刻な障壁となりこの広大な国家を横断するための距離は莫大である。さらに慢性的な経済的失敗と国内紛争によって長年にわたり投資が深刻に低い水準に止まっている。他方では今後民主共和国には数千キロの航行可能な水路が存在し伝統的に水上交通は 国の移動の役に3を占めてきた。今後民主共和国によって保障されたすべての航空会社は安全基準が不十分なため、欧州委員会によりヨーロッパ連合内の飛行、発着を禁止されている。国際連合は2007年に今後民主共和国の人口を6、260万人と推計した。1997年には4、670万人で、 あったが、長引く戦争にもかかわらず急激な増加を示している。250以上の民族集団が認識され、名付けられている。バントゥー系、ナイル系などの黒人が大半を占め、ピグミーが原住民として60万人いる。最も人口が多いのは、コンゴ人、ルバ人、モンゴ人などである。コンゴ民主共和国内には、約242の言語が存在するが、 公用語はフランス語である。アフリカの言語からは、スワヒリ語、ヒスワヒリ、コンゴ語、ヒコンゴ、リンガラ語、ルバコの4つが国民語として認められており、西部ではリンガラ語の影響力が、東部ではスワヒリ語の影響力がそれぞれ増す傾向にある。700もの地方語や方言が話されているが、この言語的不一致は、フランス語とスワヒリ語、コンゴ語、リンガラ語、ルバコといった。 中介言語の広範な普及によって乗り越えられている。今後民主共和国の主要宗教は、キリスト教であり、人口の約80%によって信仰されている。宗派ごとに見ると、カトリックが50%、プロテスタントが20%、金番宮運動が10%となる。金番宮教会は、植民地時代にによって創設され、 植民地支配体制を批判する勢力となったために、ベルギー当局によって弾圧された。金ン宮教会には、約300万人の信徒が存在し、バスイコール、コンゴとキンシャサのコンゴ人が主な担い手となっている。コンゴ民主共和国において、ウィリアム・ブランハムは最も多くのキリスト教を集め、およそ200万人の信徒が存在すると見積もられている。 今後キリスト教会の参加に62のプロテスタントの諸宗派が連合している。人口の20%以上を占めるプロテスタントをカバーしているため、単にプロテスタント教会と言及されることもある。残りの20%の人口のうち、半数はムスリムであり、残りは伝統宗教家、集合した宗派を信仰している。イスラームはアラブ人の奴隷商人によって、 造下交易などを通して普及された。伝統宗教は、一神教、アニミズム、正規論、霊魂崇拝、祖先崇拝、ウィッチクラフト、呪術などの概念によって具現化され、幅広い民族集団の間で異なっている。往々にして集合した宗派は、キリスト教と伝統的な信仰や儀式を統合し、主流教会によって、キリスト教の一部だとみなされることはない。 今後民主共和国の教育システムは、ミナステアデエル、インセンメントプリマル、セガンデアエプロフェシショネル、メプスプ、ミナステアデエル、インセンメントサプザー、ユアティ・ユナバーセテア、メス、ミナステアデアフェアーズ・サスヤリス、モスの三つの象徴によって担われている。教育システムは、ベルギーのものと似ている。2002年には、16万人の生徒が通う19000校以上の初等学校と、 11万人の生徒が通う高等学校、中等教育を行うが存在した。しかしながら、今後民主共和国の初等教育は必修ではなく、無料でも一般的なものでもなく、多くの児童は、両親が入学金を支払うことができないために学校に、通うことができない。両親は、慣習的に教員の給料を支払うことを期待されているのである。 1998年には近年のデータが利用可能になり、初等教育の就学率の合計は50%だった。就学率の合計は、初等学校に正式に登録された生徒の数に基づいており、それゆえに実際の登校率に反映する必要はない。2000年には10歳から14歳までの児童の65%が学校に出席していた。6年間の内戦のため、 520万人以上の児童が教育を受けていない。2001年の推計によれば、15歳以上の国民の識字率は67.2%、男性80.9%、女性54.1%である。2006年、国連女子差別撤廃委員会は、今後民主共和国の戦後の過渡期において、女性の人権の尊重、 両性の平等の促進が重視されていないことについて懸念を表明した。2007年、ワシントンポストは、今後東部でのレープや性的暴力の深刻さ、頻度について、世界の他のどの地域よりも悪いと伝えた。アフリカ人権防衛協会の2006年の報告書は、今後民主共和国の女性が、法律的、日常的に直面する諸問題を外観している。 戦争の中で女性たちは犯され続け、兵士たちの奴隷とされた。解放された時には自殺したり、あるいはそのまま入院して亡くなってしまう例も多かったという。戦争は女性の生活を危ういものにした。そこでは女性に対する暴力が武器として常用された。例えば男性二重を突きつけその人自身の娘や、 母や姉妹をレープするように強要する事例が多数だったと報告されている。2007年7月には国際赤十字委員会が今後民主共和国東部の状態に懸念を表明した。昼間は比較的平穏な生活を送りつつ、夜になると安全な場所への避難を余儀なくさる振り子避難民女性の存在も指摘された。 暴力に関する国連特別報告者として2007年7月に、今後東部を視察したヤキンエルトゥルク、ヤキンアートゥアックによれば、南北キブ州の女性に対する暴力は、想像を絶するほどの残虐性を含んでおり、武装集団が、地域共同体を襲撃し、略奪し、レープし、女性と子供を誘拐して、性的奴隷としているという。今後民主共和国の文化は、 数百を超す民族集団の多様性と国全体を通した生き方の際が反映されている。例えば沿岸部の今後川の川口、上流の熱帯雨林、中央部のサバナ東部の人口が密集した山岳部などである。19世紀末から伝統的な生き方は植民地主義、独立の混乱、喪物時代の停滞、そして近年の第一次、今後戦争や第二次、 今後戦争度によって変容した。このような圧力にもかかわらず、今後の習慣や文化は、その独自性を強く保っている。6.0-0-0-0-0の住民は多くは、農村部に居住している。都市部に居住する30%の人口は、西側世界の文化の影響に強く開かれている。ポピュラー音楽においては、植民地時代の1930年代。 1940年代に、キューバからルンバなどのラテン音楽がもたらされ、ベルギー領コンゴでも、盛んに、ラテン音楽の演奏が行われた。また、1950年代には、アメリカ合衆国のジャズもアフリカンジャズとして盛んに、使用された。1956年には、コンゴ音楽の王とも呼ばれた、フランコことフランソワルアンボ・マキアディオ・オーケージャズ、後にティパッチジャズに、 会賞を結成。また、グランカレ、偉大なる彼の名前で知られる、ジョゼフ・カバセレは、アフリカンジャズを結成した。このような管楽器などを加えた王女体バンドが、流行り出し、ルンバ・コンゴリーズが形成されるようになった。マーロマ氏も、同年代のミュージシャンである。今後のポピュラー音楽は、そのようなアメリカ大陸のリズムだけではなく、教会音楽やガーナのハイライフ、さらには、 今後の伝統音楽をも取り入れて発達していった。1969年にパパ・ウェンバが中心となって、ザイコランガ・ランガが結成された後のポピュラー音楽は、キューバ音楽の模倣を超えて、ザイール音楽を形成し、その流れのままザイールのポピュラー音楽の主要ジャンルとして、諸外国になおと驚かせた、ルンバロックやリンガラ・ポップスと呼ばれるジャンルが生まれた。 リンガラポップスのミュージシャンとしては、ザイコランガランガの他に、トゥザイナや、タブーレー、オルケストルベベ、カンダボンゴマン、サムマングアナなどの名が挙げられる。その他にも北東部のイトゥリの森のピグミー人には独自の音楽文化が存在する。今後民主共和国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された自然遺産が5件存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。